74キロ級日本の太田拓也が登場してきました。敗者復活6回戦です。この試合に勝ちますと3位決定戦に進出が決まります。敗れますと5位6位決定戦に進出することになります。まず選手得点取りました。これがケニーマンデーの得意なんですね。これで全部勝ってきてますからね、はい、タックル入った瞬間に飛行機投げに行く連続技ですね。まあでもよく今1ポイント押されたと思いますね。そうですね、はい、スッと中に入って飛行機投げに行きました。ケニーマンデー、この試合に勝って3位決定戦に残りたいところですが、後ろに回った3位マンディの得点2対0です。延長戦に入ります。延長は3分です。まだ3分ありますからね、まだチャンスあると思いますけどね。これさあ回り込んだこのこれ回せばバック回れればこれでマンディもかなりバスてますね。よしこれで1点ですね。よしこれいいですね。さあどうか、はい、ワンポイント返した2対1出したくに入るチャンスだ。持ち上げるかリフトで走るか手ぶらした後ろに回った。さあ同点です。同点に追いつきました太田、ね、延長戦に入りまして同点に追いつきました。2対2ここでロリン返す返さば逆転だ。これでアタックに力で全力ですね。さあ同タックルからローリングできるか。ローリング入りました。入りました。やりました。逆転4対2よしいいぞ。やりました。よし頑張りましたね。やりました。いいガッツです。日本のファン、いいガッツです。勝ちました。これは逆転に成功。これは大したもんですね。一時はもうね、はい、苦しい立場に追い込まれてもダメかと思われまして、はい、私も思わずこれはすごい実況してしまいましたが、延長に入って大逆転であります。はい、さあこれで3位決定戦進出が決まりました。これはブルガリアですね相手は。ブルガリアとの3位決定戦。はいマンディよりは全然やりやすいと思いますね。そうですか、はい、これはアメリカの大健闘です。前回の銀メダリスト、はい、マンディを破りまして3位決定戦進出が決まりました、はい、太田拓也これはよくやりました。